猛暑でもゴルフを楽しめる仕様。アディダスゴルフは、渋野日向子などのツアープロが使用しているスパイクシューズ ZG23 にメッシュアッパーを採用した夏仕様モデル ZG23 ベントを発売しました。販売は公式オンラインストアやアプリ、直営店などで取り扱い、オンラインストアでの価格は2万900円税込みとなっています。ZG23 ベントは、ZG23 のミッドソールとアウトソールに搭載されている各テクノロジーがもたらす、強ホールド、極軽量、高反発、強グリップのコンセプトはそのままに、より軽量で通気性の高いメッシュアッパーを採用したことで、足の蒸れを軽減しています。また通気性を確保しながらも、力強いスイングを可能にする横方向の安定性も両立。ZG、コードカオス、ツアー360の主要3シリーズの中で最軽量、従来シューズには対応できないような猛暑のコンディションで高い快適性能を発揮するとしています。アディダスゴルフのグローバルフットウェアディレクターのメイソン・デニソン氏は、蒸れを抑え快適な環境を保つことができる ZG23 ベントのパフォーマンス性の高さを多くの方に体感いただきたいです、とコメントしています。渋野日向子の同級生正源寺龍拳が下部ツアー初 V。ジャパンクリエイトチャレンジイン福岡雷山最終日16日福岡雷山ゴルフクラブ福岡県6905ヤードパー71国内男子下部のアベマツアーは最終ラウンドが終了した。正源寺龍拳、平本瀬中、服部雅也の3人がトータル13アンダー首位でホールアウト。いずれもツアー初優勝がかかるプレーオフは、1ホール目でバーディを奪った正源寺に軍配が上がった。正源寺は山口県出身の25歳。高校は岡山県の作陽に入学し、同級生の渋野日向子らと共にゴルフ部で腕を磨いた。同志社大学4年時の2020年にプロ転向。今大会で自身初のプレーオフに挑んだが、見事に初タイトルをつかみ取った。トータル12アンダー4位タイに古川龍之介、金子かける大、真渡り聖也、原聡、添田優斗が入った。丸山茂樹の長男、翔王、ショーンはトータル4アンダー47位タイで3日間を終えた。